あ、ビスケットサンドって名前なんだ。そう。初めて知ったんだけど。あとこれ、柔らかいから、歯が悪くても平気なんだよ。もう、老後の練習で。6時に寝ちゃうよ。うん。秀吉って猿って頭じゃなかったんだ。ハゲネズミなんだ。うん。今言ってた。本当？うん。